真打ちのお出ましだよ。 とんだ三文芝居だな。 うまく切り抜けたようね。あの醍醐山、急いで向かいましょう。
た男には神器を通す。深く、あんたを頼むぞ。聞かせろ。もっと蓄えると。夢を叶えるにはまだ足りぬ。まだまだ全然足りぬ。何やら騒がしいと思ったら、白卓よ。天使が動くとは一体何事じゃ。わしが聞きたいくらいじゃ。火の根に押し上げられておるようじゃが、天地を動かすほどの力とは。おおお、お主にもわからぬことがあるとはの。この先は何が起こるかもはや読めぬ。用心するがよい。死なぬ。生きて、太鼓様を。夢が叶うたびに一つかけ、二つかける。お主の狼藉もここまでよ。この平野長安の手柄となれ。誰が言ったんだったか。ああ、俺藤吉郎様のもとよ。首さえ上げろ。平野様もとよ。人がいない。困ったから、わしは。
秀の字。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。
解したら世は滅びぬ。愚か者め、死ぬがいい。愛に来てくれますか。